見てください。ガチャで一番おしぶきが当たっちゃいました。なんかスノーフレークとかね、当たりはあるんだけど、やっぱこれがね、一番欲しかったっすね。いやーなんか、もう AK とかも全然こっちの方が嬉しい。ということでね、もうガチャで欲しい武器がなくなってしまった。まあ、ハンドデザートイーグルの AK はちょっと欲しいけどね、まあ、買うのめんどくさいんでね。まあ、とりあえずね、ライトアーマーつけて、これでね、一回、せっかく取ったんでね、殲滅やっていこうかな。お、ラッシュか。まあ、なんだかんだ言ってね、まあ、一番いい成績残せたりするのは、この銃だったりするんでね。やっぱ全距離対応なのがいいですね、この銃は。MP7 はやっぱ疲れるんですよね。まあ、近距離しか対応できないんでね。やっぱ、どうやって距離を詰めるかとかも考えなきゃいけないんだけど。これこう、この距離でね、打ち勝てるっていうのは、すごい楽。つか、この銃、楽。楽な銃、ナンバーワンですね。もう、なんか結構遠距離でもね、3点バーストとかでパパパって打っちゃえばね、まあ、フルオートしても、こいつのリコイルは大体覚えたんでね、反動制御すればフルオートしながらヘッドショットも出すことができるっつうね、すげえお手軽最強銃なんでね、ってね。いや、めっちゃ敵倒すのが楽。おっとやられた。AK か。さあ、ラッシュも久しぶりだな、やるの。最近ハーバーとか VBSS が多いんだけどね。ラッシュは、まあ、裏取りがね、あんまりしづらいっつうか、すぐバレちゃうんでね。結構正面でぶつかり合いが多いマップなんですよね。ただこのマップ、前以前も動画でお話ししたんだけど、電車のとことかね、なんか変なこのコンテナの横とかでカバ待ちしてるとね、みんなクリアリングせずに突っ込んでくるからもうバコバコキル取れるんだよね。ということでね、今回も、おっと入れないぞ。君そこにいたら俺が入れないぞ。まあいい、正面行こうかな、したら。いや、いいっすね。俺は、イーオテックかな。イーオテックの、ホロサイトかな。いや、見やすいっすね。やっぱね、HK416、メインで使ってたとはいえ、光学照準がなかったからね、結構残念だったんだけど、これでもう、欲しい武器は全部手に入りましたね。すげえ色だな、ポイズンって。おっと、奥に人いる。やって。やっぱこの距離で倒せるっていいな、楽だな。すげえ楽。いやー、スモークがうざいな。ちょっと赤点見て適当に撃ってみるけど当たんないね。おっと、危ね。一人やって、奥にまだいるかな。よーし、もう一人やってくる。つえー。この銃つえー。もう近距離はね、MP7 の方が強いんだけどね。全然、この距離だったらもうこの銃でしょう。ヘッドも出しやすいし。で、一応裏取りを。おっと、ちょっと、まだホロサイトの使い方に慣れてないせいか、逃してしまった。味方ちょっと申し訳ないと思うが。いいや、俺は正面見るか、やっぱり。ちょっと弾がね、弾がなくなっちゃもうどうしようもないね、あれは。結構詰めてるなぁ。なんか割と一方的な感じになっちゃってる気がする。まあ、そこにね、追い打ちをかけるのがこのポイズ持ち。お、なんで今ヘッド出た？ 適当に打ったらヘッド出たぞ。見えね。まあ、決め打ちってね、大事ですから。おっとおっと、今流れ弾取ってヘッド判定かわいそうに。横入っちゃうかな。もうなんだなんだなんだ、今変な動きしたぞ。はい、ヘッド当ててくる。さあ、この角待ち、いつバレるかな？おっとっとっと、しゃがむな。はい、奥の敵やって。おっと、上にいるね。上をヘッドショットして。もうバレて、さすがにもうバレてんな。もうダメか。ライフ3しかない。おい、一人やれた。一人やれた。もう一人。ああ、さすがにダメか。これ結構稼いだんじゃないの？今ので。相当稼いだでしょ。さて、残り5分で100対64。まあ、これはもう負けはないね。
やっぱこれ、この銃、最強ですね。私の中ではね、使いやすいんでね、これ使ってるとやっぱ、あんま負けたりはしないね。やっぱ素直でね、素直でそこそこ威力があって、バランスがいい。自分に合った武器を探すっていうのがね、勝利への近道ですね。もっと奥の敵、逃しちゃったら。え？あー、右か。もう入ってきちゃったか。やりますね。つかもう、ライトアーマー、やっぱり早いかな、若干動きが。なんかヘビーアーマーね、使ってみたんだけど、めちゃくちゃ遅いね、あれ。動きがすげえ遅くなるから、あんま好きじゃないな。結構やっぱ移動して撃ちたいし、ライトハンマーの方が合ってるかな。てかノーマルアーマーをまだ試していないんだよな。ちょっといろいろアーマーの方も見ていきますか。とりあえずね、ヘビーアーマーはないね。使うことはもうないと。うわ、マジか。殺しきれなかった。さて、3分。これはもう150いっちゃうか。あと2回リスポーンする間に終わっちゃうかな。高額サイト使ってない、よく考えたら。あんまね、覗かないからね。さて、最後特攻して稼いで死ぬか？よーし、行くか。敵が、いるいるいる、いますね。くそ、遠目させね。おっと、ヘッド抜いて、あー、やられた。まあでもすごい扱いやすくていいわ。まあ今更だけどね。ほな、だいぶ前から実装されてた武器だから、今更何も言うことはないけど、個人的にはね、一番当たりが出て嬉しい武器でしたね。ということで HK416A5 のポイズン使ってみたって感じですね。これはもうずっと使っていくと思います。